栗投手や堂林選手と一緒に遊びに行ったりすることはありますか。あ、まあ、ここ最近はコロナとかの、うん、まあ、関係でなかなか行けてはないんですけど。うん、まあ、たまに食事に行ったりとかっていうのはありますかね。うん、まあ、遊びにっていうのはなかなかないんですけど。そうです。よね、うん、食事は何がお好きとかあるんですか。そうですね。大体、ね、行くのはもう焼肉とか鉄板焼きとかが多いですか、ね。やっぱお肉がお好きお。はい、お肉が好きですね。ね<ー>みんな。はい。 で次の質問です。大谷選手みたいに二刀流をやってみようと思ったことはありますかという質問です。で全くないですね。全くないですか。はい、もすごく打たれるイメージもありますよね。うん、打つのは好きではあるんですけど、えー、あの苦手なので、えー、1> あのまあ当番の一週間の中でこう練習は欠かさずにやるようにはしてます。はい。 でもホームランとか打った時はあれ俺いけるんじゃないかとかあのホームラン打った時はそうですね逆方向にホームラン打ってたんで結構野手の人とかはびっくりしててなんかもうちょっと練習したら <laughs> <laughs> 結構いいんじゃないか <laughs> 大瀬良投手から見て大谷投手、選手の二刀流というのはやっぱすごいすああいやもう考えられないですね、プロから見てもそうなんですね。<ー> あの試合に出たりとか、まあケアとかも大変でしょうけど、ああいう成績残しててすごいなって思いますね。はい。さあじゃあ次の質問来てますよ。次の質問はですね、えさらさら横分けの髪型は自分で決められたんでしょうか。良一さんの勧めですか。あの時すごくさらさらでしたよね。あの時正直大きいニキビがここにできてたんですよ。そうなんです。はでそれで多分。 あの映像って多分一生残るなって思って、はい、ここにニキビがあるのを。 ずずっっとと残るの恥かしいな思てちょっとこうやってたんですけどああそういう振り返ってみたらなかなか髪型やべえなってちょっとャとされてます逆になんかはい恥ずかしい残り方しちゃったなと思ってすごいだか印象でそうですあら髪型変えられたなっていう印象はすごく強く残ったんですけどまさかでもニキビを隠すためっていうのはきニキビができちゃってあらそうなんですよまあ 僕がやりたくてやったっていう感じではなくてまあおすすめもありじゃあそんな感じでお願いしますって言って出来上がっったた髪型でですすご家族の評判どうだんか前髪がちょっと長すぎるんじゃないみたいな感じでよく言われるんで今日も出てくる時に言われたんで次切る時はバッサリ短めに切ろうと思います今でもだいぶされてますヘアメイクさんがすごいかっこよく決めてくれたんで。はいあの いいセットの仕方を学んだなと思います。<ー>今ニキビの方はどうなってます。なくなりました。ああ、良かったよかったです。長いニキビじゃない。<laughs> そうですね。はい、では、ちょっと次の質問に行きたいと思います。はい、手料理などで好きなものはありますか。そうですね。うん、まあ、料理何でも、あの、上手で美味しいんですけど<ボ>。なんだろうな。何でも好きなんですけどね。なんか、こういう時に。 凝った手料理言えたらいいんですけどね。あんまりちょっとパッと出てこないんですけど。普通にもお肉系のまあハンバーグとかあのそういったものが美味しくて好きですかね。美味しいってやっぱり言って差し上げるんですか。美味しいって言います。言はい。やっぱりこう体を気遣ったメニューっていうのにしてくれるんですか。そうですね。あのハンバーグとかも鶏肉とかあのいろんな高タンパクでカロリーが低いような形に。 あの変更して作ってくれたりとかもするんで、すばらしい,、はい、ありがたいですね。わスペシャルメニューですねそして、ですね<え>視聴者の皆さんから、うん、まさに今、ことになってますけれども、たくさん来ておりますね、<laughs> えー、一つは、ですねご当地自慢はなんですかという質問が来ておりますけれども、つまりは。まあ 長崎の何かこう場所であったり食べ物であったりご当地自慢っていうのはありますか結構長崎といえばちゃんぽんとかカステラとかがイメージ強いと思うんですけどなんかトルコライスっていう食べ物があってエビフライとかスパゲティとかチャーハンっていうのかなみたいなのがこうドカッてのってるような食べ物があるんですけど。 美味しいんでぜひ長崎行ったときは一皿に載ってるやつですよね。うん、ああ、そうグルメでなんか見たことあります。美味、えー、しいんで、えー、ぜひ食べてみてほしいなと思います。えー、ぜひ食べてみたいですね。えー、またピコピコいました、えー、ますね、えーえー。シンプルでおしゃれな服装がかっこいいですとありがとうございます。プライベートはどんな格好をしていますか。何色系ですかと。まあなんかこう洋服を着るときは何色系が多いですか。うん、結構。 まあこういう,こう暗めのネイビーとかブラック系の色が偏ってしまうんで最近はちょっとこうベージュっていうんですかねとかカーキーとかなんかこう明るい色とかも買うようにしていろんな色でこうコーディネーションできるように30歳になってこう着るものっていうかジャケット系も増えましたりそうですね、あのー、やっぱりそういうものが最近は増えて<ー>、はい、やっぱ着ることも。 多くなってきましたね。はい。ね、あの一つ質問来てるんですけど、神様が一つだけ望みを叶えてくださるとしたらどんなことをお願いしますかという質問です。ああ、なんでしょうね。バッターとしてプロ野球選手になりたいです。バッターとして。バッター、四番大坂さんそうですね。あの。 まあ今も投げるのが専門職なんですけど、うん、まあ野手の生活ってどんな感じなんかなって気になったりする時もあるんで、うん、はいまあ叶えてくれるなら、えー、野手になって、はい、野球選手になってみたいなと思います<ー>でもやっぱり野球選手なんですね,ね,ですね野球選手ですねはいそしてもう一つ「得意な料理はありますか?」また「苦手な食材はありますか?」という質問もいただいています 料お料料理理どうでですすかか得意な何だろうなお料理されるんですか <laughs> 料理たまにですけどね、うん、得意な料理あでも、あのー、僕寮生だった時にあの大洲寮のいつも作ってくださるコックさんに一人暮らしする時にあのー、明太パスタをお<ー>うあの本当に美味しくてレシピとか作り方教えてくださいって言って、うん、教えてもらって。 そこから結構作って今でも食べたりしてるんですごいですねご家族に振る舞うこともたまにはいえ反応はどうですかご家族でおいしいと言ってくれますそれいいですね続いてまた視聴者の方からの質問ですストレスの解消法を教えてくださいということでそもそもストレスってたまったりするんですかどうですかねまあ打たれたら 打たれたらやっぱりねいろいろ考えることもあると思うんですけど犬を飼ってて小町っていうのがあるんですけど一緒にじゃれ合ったりとかすると、はい、気分もよくペットで散歩したりとかう、はい、そういったことでストレスを解消しているということですね。はい